さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年1月の8日15時31分、佳子さまへ、今日の朝、起きてから、子供の頃の佳子さまの声だったんですけども、今日は違うという音声だったんですけども、合ってますでしょうか。こういうふうな定期連絡を、その都度しようかなと思っています。で、どこに問題点があるとかそういうことが見えてくると思いますんでね、一応、YouTube にアップロードしておきます。着信通知の設定をしといてもらったら、こういうふうなことを言ってるっていうことが即伝わると思いますんで、こういうふうな対応を、今してます。以上です。